はい、失礼します。それでは産業部の杉本と、総務部の坂井です。どうぞよろしくお願いします。私たち の提案ですが、備前市の坂根地区の地下水を使いまして、サーモンの養殖をやってみませんかということを、総合商社に売り込んでみてはどうかと、そういう企画になっております。坂根地区なんですけども、吉井川に近接する砂地の、土地で、川の向こうは岡山市、南側は瀬戸内市に隣接をしております。国道2号に近く、このようにですね、今赤い屋根見えてますけど、その手前が山陽新幹線と、そういう立地になっております。古くから生活に井戸水が、使われてきた地域でございまして、備前市日生町のエリアにおきましては、ここで汲み上げられた地下水が、生活に欠かせない水道水として、利用をされてきております。写真はですね、坂根浄水場から撮影したもので、この敷地内においても、取水の井戸が5つあります。備前市水道ビジョンによりますと、坂根浄水場の計画浄水量は日量1万9400トンとなっておりますけれども、人口減少に伴って、平成20年度から10年間で、市全体ので実際に使われる水道水の量というのは 13.3% 減少しているということです。で、今後も減少が続くという見通しになっております。これはですね、坂根の地下水の水質を水道水の基準に照らしたものですなんですけども、赤い方が水道水の基準です。で、全て基準をあっさりクリアしてしまうほど高い水質を誇っております。しかも豊富で安定をしているという、そういった備前市民が飲んできて、お墨付きのこういった水が余裕があるんであれば、もしかしたら回転寿司でお子さんに人気の魚の養殖も可能ではないかなと思い立ちまして、今回の提案になります。今回売り込む資源については、県南という位置する備前市で得られる、質の高い豊富な地下水、そして市民が安全に飲んできたその水質を裏付ける流れの蓄積データ、こういったものを、サーモンの養殖用に乗り出している商社に売り込もうという企画になっております。サーモンはそもそも冷たい水を好む魚です。養殖の本場はノルウェーなんですが、近年は南米のチリとかペルー、そういったところで盛んになっておりまして、ウクライナ情勢で現在北回りの空路が使えなくなって、日本に輸入されるサーモンは南米産が多くなっております。失礼しました。日本ではですね、山間部の冷たい水でですね、トラウトサーモン、皆さんも県北とかで、釣り堀でニジマス釣ったことがある方もいらっしゃると思いますが、それを大きくすると、お店で売られているトラウトサーモンになります。そういったサーモンの養殖が行われてきた一方で、近年は、海水で大きく育てる技術も確立されまして、全国各地でご当地サーモンと呼ばれるものが誕生しております。この近辺では、兵庫、香川、広島レモンサーモンとかあるんですけど、鳥取とかで事例があるんですが、岡山県の事例はこの中にはございません。日本の、サーモンは輸入サーモンに比べまして、ロットが小さくて値段も安くないんですけども、丁寧に育てられるということで、味や品質で高い評価を、受けております。そしてですね、ご当地サーモンをふるさと納税の返礼品として取り扱っている自治体もございます。返礼品の中でも肉とか魚、そういったものの人気は高くて、一番下に根室市さんがあるんですけど、ここもサーモンを取り扱ってますが、それも含めていろんな魚介の種類を扱うことができる自治体は、多額の寄付を集めていると
といったような状況になっております。そして私たちが今回ターゲットとしている三井物産、丸紅、三菱商事、伊藤忠商事、こういったところはですね、陸上養殖という形でサーモンの養殖に乗り出しております。海面においてはですね、漁業権ということで大きな障壁があって、新規参入が難しかった産業なんですけども、餌とか餌の改良、それから水質温度管理の技術が進歩したことによりまして、漁業権の制約を受けない陸上で養殖が可能となりました。中でも1丁目の三井物産が FRD ジャパンとともに仕掛けている最新の陸上養殖は、水の使用を蒸発した分だけを継ぎ出して水を補給するという格好で、水中で発生する有害物質を廃棄物を回収する、閉鎖循環式陸上養殖という新しいスタイルでの事業化を目指しております。陸上養殖については水道、水資源の乏しい内陸でですね、養殖を可能にする技術なんですが、おいしい魚を健康に育てるためにはきれいで豊富な水が手に入る土地が大変有利です。そういったところで昨年の1号水の地下水の12年間の水温をこのグラフに示しております。この青い部分がサーモンに適した水域になっておりますけれども、良好な生育が期待できるということです。サーモン本来冷たい水に住んでるんですけど、冷たすぎない水の方が成長がいいといったようなことも、コスパを上げる、ところで有利かなというふうに思います。それから近年においては淡水で生まれたサーモンを海水にならしまして、飼育する海面養殖というのが増えておりまして、瀬戸内海でも実際に養殖をされております。ただ冷水性なので、夏が越えられません。そのために春に全部出荷してしまわないといけないので、東島県等ではですね、陸の淡水養殖業者さんと海の海水養殖が連携をして、夏を迎える前に海から川に戻して出荷をしているといったような例もございますので、魚においてもそういったことが実現できるかもしれません。改めて今回の提案を整理いたしますと、この町に資源としての豊富な地下水があります。この安全性を担保する検査データも十分にあります。そういったものを織り込んで今すぐにでも始められるという、もし感触が得られなくても、労力、時間、お金そんなにかかりませんよというものです。でもし総合商社の方が坂根地区の地下水の品質を認めてくれて、それがサーモンの養殖に結びつかなかったとしてもですね、今後の商社さんとの連携といったものが生まれる、そういうきっかけ作りになるのではないかというふうに考えております。すみません、時間をお待ちしました。ご清聴ありがとうございました。